況にあえぐ中国経済、習主席が直面するソ連化の罠とは、中国経済の成長を妨げるソ連化、中国経済の先行きに対する懸念が高まる中、中国経済が日本化するのではないかとの声が喧伝されている。確かに、高齢化や不動産市況の悪化、累積債務など、目下の中国が直面している問題の多くがバブル崩壊前後の日本に似通っている。しかし、政治制度が違い、経済構造と発展段階も大きく異なる中国経済が日本化する可能性はほとんどない。それよりも、懸念すべく、中国経済のソ連化だ。中国は軍拡で米国と激しい覇権競争を進める反面、深刻なスタグフレーション、景気の停滞とインフレの併存で経済が大きく衰退したブレジネフ時代のソ連と同じ鉄を踏む可能性があるからだ。ソ連の歴史を振り返ればわかるように、スターリン批判を展開したフルシチョフ政権の下で、政治の締め付けが緩和され、景気も上向いた。軍事分野に至っては、人工衛星スプートニクの打ち上げ成功などで、米国を追い越す勢いすら見せた。しかし、ブレジネフ時代の特に後半、ソ連経済は深刻なスタグフレーションに陥った。1985年に発足したゴルバチョフ政権は、ペレストロイカ、改革とグラスノスチ、情報公開を旗印に、部分的な民主化を進めることで景気の浮揚を図ったが、これといった効果が挙げられず、結果的にソ連国の崩壊を招いた。中国がソ連国のような結末を迎えるかは、無論、予測しがたい。しかし、中国経済がブレジネフ時代のソ連経済と似通う様態を呈しているのは確かだ。改革開放以降、一旦は脱ソ連化が進んだものの、再びソ連化に向かい、改革開放以前の問題がまたもや大きく台頭しているからだ。改革開放以降の中国経済、改革開放以降の中国経済を制度的側面から振り返ると、1990年代末を境に大きく2つの時期に分けることができる。前半では、党祭りごと分離、党と政府の機能分離と、祭りごと企て分離、政府と企業の分離に向けての行政改革が遂行され、共鎮企業、中国の農村部で組織や個人が経営する企業の総称を中心とする非国有セクターが急拡大したのに伴って、中国経済は脱ソ連化に向かって大きく進んだ。しかし、この流れは長く続かず、後半に入ってから逆の方向に転じた。脱ソ連化を象徴する国体民進、つまり国有セクターの縮小と民間セクターの拡大の流れが国新民体に打って変わり、2001年頃からその是非をめぐって大きな論争が巻き起こるに至った。背景には、総大法相と称し、1998年から繰り広げられた国有企業改革があった。この下で約50万以上の中小国あり企業が手放され、数の上では国体民進が大きく進んだ。市場化の成果として高く評価され、中国経済の活性化も進んだように見えた。しかし、総大法相に踏み切った中国共産党の真の狙いは、実は半分以上の国有企業が赤字に陥っている窮境に対応すべく、基幹産業部門の大型国有企業に資源を集中させることによる国有企業主導経済の再建だった。これを機に中国経済の再ソ連化が動き出した。これに伴って、改革以前の中国経済を悩ませたソフトな予算制約といった問題が、再び成長の足を引っ張るようになった。なお、ソフトな予算制約とは、ハンガリーの経済学者で、後に米ハーバード大学の教授を務めたコルナイ・アーノシュ氏が社会主義経済の根本的病理として考案した概念。国有企業が経営破綻で倒産の危機に陥っても、政府の支援で事業を継続できるよう、予算制約がソフトになり、経営者は効率的な運営を強いられないというものだ。リーマンショック後の大規模な景気対策で再ソ連化、加速、国内総生産、GDP の伸び率が2007年の 14.2% をピークにスローダウンに転じたことに象徴される通り、世界貿易機関、WTO の加盟を機に中国が本格的に経済のグローバル化の波に乗ったにもかかわらず、国新民体の進行につれて経済成長力が低下した。折しも08年に米国初の国際金融危機が起きた。この金融危機は結果的に深刻な景気減速の圧力にさらされた当時の中国政府を窮地から救うことになった。
国新民体に起因した成長力の低下の要因を金融危機に転嫁することが許され、景気対策という名の下で国有企業の強化拡大をもたらした大規模な財政出動は政策として成功性を得た。皮肉にもこうした政策が経済の市場化に逆行していたにもかかわらず、米国を含む国際社会から絶大な喝采を博し、チャイナインパクトは空前のレベルに達した。大規模な財政刺激策によって中国の景気は一時的に持ち直したが、当然のことながら国新民体は劇的に進んだ。しかも製造業を中心に展開する伝統的な国有企業の拡張にとどまらず、地方政府が国有地を担保に設立した地方融資平台ローカルガバメントフィナンシングビークルと称し、資金調達とデベロッパーの機能を持つ実質的な国有投資会社が景気刺激策を遂行する主役だったために、ソフトな予算制約の問題はより高拡散した。これにより不動産市況は膨れ上がり、深刻な債務問題の種をまいたとともに中国経済の再ソ連化の流れを加速した。消費需要を抑圧するソ連化、成長の足を引っ張るソ連化の問題はソフトな予算制約だけにとどまらず、消費需要の抑制をももたらした。ゼロコロナ政策撤廃後、中国経済は大方の予想に反して低迷の一途をたどっている。一方、中国が過剰生産能力を海外、とりわけ欧米市場へのダンピング輸出を通じて消化しようとしているとして、中国に対する国際社会の批判が高まっている。中国がダンピングしているか否かは別としても、国内需要の拡大速度が生産能力に追いついていないのは明らかだ。なぜこのような状況が生じたのか。決して中国政府が消費需要の重要性を認識していないわけではない。実際投資外需依存の成長から消費主導型への転換は1990年代末に最も重要な政策課題としてすでに掲げられた。それにもかかわらず転換が未だに果たせていないのはソ連化と大いに関係がある。ただし非国有セクターの拡大によってソフトな予算制約の問題が一旦は改善されたのに対して、ソ連から伝承した一党支配の政治体制を貫いてきたために、消費需要の拡大を妨げるソ連化の効用が絶えず続いてきた。福祉より共産党のアジェンダを優先、改めて強調するまでもないが、中国の指導者は国民の投票によって選ばれるのではない。このため指導者にとって国民の福祉向上よりも国家、実質的には共産党のアジェンダ達成がはるかに重要で、そのためには財政収入の拡大が不可欠だ。ちなみに改革以降、脱ソ連化が進んだ1980年代と新型コロナの感染爆発といった特殊の時期を除いて、中国の財政収入は常に GDP 成長率を凌駕するペースで拡大してきた。財政偏重の所得分配が一時分配の段階で消費需要を抑制したのに対し、ソ連由来の共産主義革命によって構築された土地の公有性は実質的に二次分配の側面から需要を抑制した。90年代末以降、膨らむ土地使用権の売却収入が財政を潤す一方で、不動産価格を大きく釣り上げた。このため、国民所得の多くが吸い取られ、不動産関連以外の消費需要の伸び悩みをもたらした。消費需要の伸び悩みは、習近平国家主席が福祉主義に反対しているからだとの指摘があり、中国経済を苦境に陥れた原因を、中所得国の罠などと説明する向きもある。日本化に加え、いずれも日米欧などで経済分析をする際、一般的に使われる概念だ。しかし、積み慣れた社会の概念で中国経済を分析するのは確かに分かりやすいかもしれないが、似て非なるもので、的を外れた結論に導くことが多い。これまでの分析で示す通り、改革開放以降の中国経済において、一時的に脱ソ連化へと動いたものの、政治をはじめ体制の根幹に大きな変革を施さなかった。そのため、経済力と社会の多様化に向けた圧力の増強に伴って、ソ連化への逆流が巻き起こった。今の中国が罠にはまっているとどうしても言いたければ、その罠は所得水準や日本との類似性と関係なく、制度の罠だと筆者はあえて主張したい。人民元は米ドルと並ぶ基軸通貨となれるのか。国際取引で人民元の使用が広がっている。代表格がウクライナ侵攻でグローバル金融システムから締め出された形のロシアが、データで見る人民元の現在の地位、
昨年12月時点でロシアの貿易決済の約3分の1を人民元が占めていた。バングラデシュ政府は昨年4月、国内で建設中の原子力発電所について、融資元のロシアに人民元で代金を支払うことで合意。昨年11月には、サウジアラビアが中ロと約70億ドル規模の現地通貨スワップ協定を結んだ。ただし、人民元が国際取引決済に占める割合はまだわずかだ。3月には 4.5% に上昇したものの、米ドルが今も約 47% を占めている。昨年10から12月期の世界の外貨準備高のうち、人民元の比率は6番目で 2.29% にとどまった。3分の1、昨年12月時点のロシアの貿易決済に人民元が占めた割合 4.5%、今年3月の国際取引決済に人民元が占めた割合 47%、今年3月の国際取引決済に米ドルが占めた割合